で同時にお部屋によく使う、蚊取り線香みたいなのありますよね。今もう電気でできたりとか、あともう電気いらないで使えるやつとかもあるんですけど、こういうもの、まあ、名前出すと問題ですけども、金なんとかさんとかね、金取りさんじゃないんですけど、まあなんとかさんっていうところもありますけど、そういうところで出しているものっていうのは、基本的には、その成分的に見ていくと、やはりピレスロイド系の殺虫剤って言ってですね、まあ、これのいろんな変化版とか進化版っていうのが出てきています。で昔はですね、その高温でやらないとこう揮発してね、高温で空気上にこう拡散したりしてたんですけど、今はもう常温で空気中に拡散できるものができてますので、屋外とかでもそういうの持っていってですね、使うことができるんですね。で昔のものの大体もう今パワーがどんどん強くなって40倍ぐらいの殺菌力があったりするっていうのが出てきてますので、非常に効力はあるんですよ。でもいろいろ調べていくと、神経系に作用して気分が悪くなったり嘔吐したり頭痛になったり耳鳴りになったりと、そういういろんなですね、副作用みたいなのもやっぱ出てきてます。ですから、そういったその蚊取り線香みたいなねものもあんまり使うものではないのかなと思いますね。ですからじゃあどうすればいいかっていうことで、解決策っていうのがね、まあ、結論としてはDETを使わない、じゃあそれ以外に変わるものを使えばいいと。で何をすればいいかっていうと、天然のものがあればそれを使えばいいということですね。天然のものであれば基本的にはそんなにね体に害ってないですよね。だからその一つとして使われているのがですね、天然のですね、いろんな樹木とか植物がありますけど、その中で、虫殺しの木って言われているものがあるんですよ。虫殺しの木って言って、木自体にその虫が寄りつかないとか虫を殺菌する作用があるっていう木があって、これ何の木だと思います？結構有名なんですけど、聞いたらその木かと。クスノキではないんですよ、これはヒバ、なんですね。青森ヒバって言って有名だと思うんですけど、ヒバ、これが虫殺しの木って言われてて、昔からですね虫が寄りつかないんですね。これなぜか不思議と。で殺菌力がものすごくあってですね、非常にヒバにはそういう効果、虫除けの効果があるっていうことが分かって、それをですね注目したのが、まあ、これ生活アートクラブっていう藤村さんっていう話、この前ね会議でちょっと聞いてきたんですけど、まあ、非常に素晴らしい方でですね、そのヒバっていうのを注目して、ヒバをなんとかねそのいろいろ使えないかっていうことで、やったんですけど、やっぱ実際に実験しても抗菌作用がむちゃむちゃあるんですね。まあ、これちょっと分かりにくいかもしれないですけど、黄色ブドウ球菌とかああいうものを殺菌する力が実際あるっていうことが確かめられてるんですよ。でこれもヒバの中にカビがね、これ近寄ってないんですよ。こうなんていうの、ブワーッと のいてますよね、周りに。ヒバだけ、他のヒノキとかスギはカビがこうバーッと繁殖してるんですけど、ヒバだけこれこんな空間ができてるんですね。不思議な空間が。ですから非常に殺菌力があるっていうことが分かって、青森ヒバっていうのはですねいろんなものに利用されてると、その伊勢神宮の建て替えに使われたり、まあ、いろいろと利用されてるっていうことなんですね。でさっき言ってたDETってありますよね。これはやはり、厚労省がその規制をかけてるっていう記事があったり、あと、そうですね、こちらの方に家庭用殺虫剤で健康被害が出てるとかね、それから有機リンの毒性作用があると、殺虫剤成分の中にね、だからそういう新聞記事も出たりして、やっぱりそういうの危ないですよっていうことが出てきてる。でそれで結局森の癒し効果っていうことで、特にヒバっていうのがですね注目されてるわけなんですね。でそのヒバを活用して、ここの、メーカーさんではですねいろんな商品を、開発してですね、出してる。で前からあった商品なんですけど、僕もちょっと勉強不足であまり知らなかったんですけども、例えば、こういうもので言うとですね、虫さん売買って言ってですね、これをかけとくと家の中から虫がですね隣の家に行ってくれるということなんですね。そうなんですよ。まあ、隣にいいかどうかわかんないですけど、これでまあ、ちょっと香り的にはちょっとねここら辺でなんとなくわかるかなと思うんです。これ全然害ないですから安心してほしいんですけど、
ちょっとなんとなくヒバのあのスッとした香り、うん、なんですけど、これでねゴキブリさんがいなくなるんですね。だからそういうちょっと出そうなとこっていうか炭とか、とこにシュッシュッとしとくだけで、これで虫が本当にいなくなっちゃうっていうことで、非常に便利かなと思います。で、有害なもの一切含まれてませんので安心して使っていただけるし、あとは人体にっていうことで言うと、こちらの、お肌のナチュラルガードっていうことで、これをあの皮膚に直接かけても全く問題ない。これもヒバの、ね、成分が入ってます。それと植物のフィトンチッドっていうその植物の、成分を入れてますので、今頃とってもいい匂いしてきますよね。ヒバのね、そう爽やかな香りなんですけど、あの本当にこういうスッとしたあの香りがね、虫が寄せつけないっていうことで、ここに D と不使用って書いてますけど、やっぱこういうのだと安心してあのお肌にも使っていただける。で、こちらはですね、お部屋専用の虫除けスプレーということで、お部屋で 虫が蚊がいた時とかね、これをシュッシュッとしておいてもらうと虫が寄りつかないということなんで、できればやっぱりもうこういうのをね使っていただく方がいいです。あのこういった虫除け、市販の虫除け剤をずっと使ってると、もう明らかに人体でね、吸い込んだりやっぱしちゃうんですよ。でそうするとあの何らかの害っていうのはやっぱ出てきます。人体を徐々に蝕んでいきますので、僕あれ子供とかにあんま使うの危険だと思うんですけど、結局知らないお母さんとかも使っちゃうわけですよね。だからそういう意味でこういうのを使っていただきたいなというふうに思います。いいのがいっぱいありますので、それから、あとは除虫菊、蚊の対策としては、除虫菊っていうことで、これはまた別のメーカーさんで、ずっとお世話になってるんですけれども、ここの、メーカーさんが非常にいいかなと思います。菊花線香って言ってね、これは除虫菊をベースにですね作ってる蚊取り線香みたいなもんで、これだと本当に安心して、できます。